箱根峠、山中城、小田原山東、箱根火山と山中城などの一関係山中城は静岡県三島市山中神殿にある中世の日本の城で国の史跡に指定されている。北条市によって築城され小田原城の市場として位置づけられる。箱根十城の一つ。三島市によって当時を反映した整備改修がなされ、堀や土塁などの遺構は 風化を避けるため、森土によるヒリの上芝を張って保護し、うねぼりや障子ぼりの構造が明確に把握できるように、整備されており、北上氏の追記方法をよく知ることのできる定石となっている。また、北上氏滅亡とともに廃場となったため、北上氏独特の城郭の構造を多く残していることが注目される。2012年まで5月の第3日曜日に、 三中城祭りが開催されていた。大崎で丸と梅堀へ6年間に、北条氏康により築城される。北条氏の本拠地である小田原の西の防衛を担う最重要拠点で、城は東海道を取り込む形で作られていた。北条氏政の代に豊臣秀吉との関係が悪化すると、三中城は改修し、防備を固めることになるが、結局間に合わず未完成のまま。 豊臣軍を迎える。1590年、小田原征伐で、豊臣秀治率いる6万8千の軍勢が、山中城を攻撃、首相は、北条氏勝、松田康長、松田康里、影山氏、広氏、間宮康俊ら三0 0間宮康俊はより親、北条氏勝等を撤退させて、自らは、手勢200を率いて三の丸から、 大佐で丸あたりで豊臣方に荒烈に抗戦したために豊臣方も武将の一穴な木地下松など多くの戦死者を出した。しかし、戦力差、甚だしく猛烈な力攻めの結果わずか半日で落城し、北条方の松田、間宮などの武将や城兵の多くが討ち死にした。戦後、城は廃止された。1930年に国の史跡に指定された。 1973年から三島市が公園として整備を始め、合わせて学術的な調査もなされた。2006年4月6日、日本百名城に選定された。ありがとうございます。